ジョージ・ヒンカピーは、アメリカの自転車プロロードレース選手、ニューヨーク出身、1994年プロデビュー、190センチメートルを超える長身から、ビッグ・ジョージの愛称で呼ばれる。ツール・ド・フランスに1996年から2012年まで17年連続して出場し、ランス・アームストロングの1999年から2005年の7連覇すべてをアシストした唯一の選手であり、2007年のアルベルト・コンタドールの総合優勝と、2011年のカデル・エヴァンスの総合優勝でもアシストとして貢献した。また、1998年と2006年そして2009年にもアメリカ選手権を制した実力者、パリ・ルーベやロンド・ファン・フランデレンといったクラシックレースでもたびたび上位に入っており、ワンデーレースも得意とする。当初はスプリンターとしてデビューし、1999年にはヘント・ウェベルヘムとパリ・ルーベでそれぞれ4位に入る力を見せ、アシストとしてもランス・アームストロングのツール・ド・フランス初優勝に貢献する。2001年には、ヘント・ウェベルヘムで優勝。パリ・ルーベでも4位という好成績を残した。以後もたびたびクラシックで上位入賞を果たしつつ、ツール・ド・フランスでは、ランスのアシストを務める。2005年はツール・ド・フランスの前哨戦であるドーフィネ、リベルで2勝。ツール・ド・フランスでも1勝を挙げて、総合でも14位という好成績を収めて、ランスの7連覇に花を添えた。2006年はパリ・ルーベで落ち車して鎖骨を骨折というアクシデントに見舞われた上、ランス引退後のツール・ド・フランスでは第1ステージで初のマイヨ上ヌに袖を通すも最終的には32位に終わった。しかしエネコツアーで1勝を挙げたほか、自身2度目のアメリカ選手権を制して健在ぶりをアピール。2007年はツアー・オブ・ジョージアで落ち車して、再び骨折。春のクラシックシーズンをキャンセルし、12回目となるツール・ド・フランスに出場。総合優勝したアルベルト・コンタドールと3位のリーバイ・ライプハイマーのアシストを務め、タイムトライアルでも健闘。自身も総合24位に入り、チーム総合優勝にも大きく貢献した。2008年はディスカバリーチャンネルの解散に伴って、ハイロードへ移籍。2009年2010年、BMC レーシングチームに移籍。2011年2012年、ランス・アームストロングをアシストするヒンカピー。ありがとうございます。